はい、皆様どうも、マフロです。それではケリ姫スイーツやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、また覚醒食入場禁止、新しいとこ来ておりますね。空の次は海ですか。はい、とりあえず、やってみようと思います。どんなステージかわかんないんでね、適当に組みました。やりながら調整したいと思います。あー、そうだ、助っ人の人も覚醒食選べないんですよね。はい、じゃあナオさんから使わせてもらいましょう。どんなステージかね。海だから、海っていうと嫌な障害物あるところを想像するけど、ここはそうでもない。のハートのやつがいるのか。したらこれをきつそうなところじゃないか。空と変わんねえよこれだとね。ただ景色が違うだけじゃね、敵と。まあ1は大丈夫そうだ。4号ときつくなりそうだな、これ。レーザーのスリンゲットも久しぶりに使うけど、あと使い、激しく使いました。まあ1はとりあえずね。さあとりあえずノート行きましょうか。あ、だいぶなんか溜まってるね。使わなきゃ。いつの間にか溜まってた。はい、次々いきます。父ちゃんさん使わせてもらいましょうか。体力上がってきたらあいつら厄介になりそうね、ハートのやつら。とりあえず悪魔使いとサイボーグで倒せる範囲だとまだ弱い。ああ間違えた、悪魔使いじゃない。これまあ順番逆になっちゃったけどいいか。
しきれない。ここまあリヴァイさんとか入れたけど下手に使うと下に落ちそうだよな。変わらないんだけど。あ、やべえ、これ落ちる。あ、落ちてったけど大丈夫か。ドーナツ取りたいから。あ、もうでかいのか。じゃあリヴァイさん。最後までいけないと思うんだよな、今までのパターンだと。はい、3になります。声優者さん使わせてもらいます。主人公をサイボーグにした方がいいか、ほうが高いし。まあ、今のところやれてるから外さないとめんどくせえし。クリアできないとなるとそう変えようか。あ、違う違う、ジョニーさんじゃない。間違えた。あ、落ちてる。しかもせっかくのドーナツ効果が当たってね。しかもなんてこったい。アルフォンスさん使おうと思ったのにジョニーさんになってたよ。まあでもこれのテクニカルとか出たらもっとやりこそうね。ハートないな。まあいいか。なんだその声は。ハートだ。
あ、この角度落ちる、落ちない。おお、強い。あれ一発でやっつけた。超人。さあ4行ってみましょう。あとヒョウさん使わせてもらいましょう。最後はクロミさん使ってみましょうかね。新しい、なんかこのキャラを当てさせようっていう感じがするな、すごく。ああ、間違えた。覚醒色謹慎させてスロットで当ててくれる人を使ってくれみたいな感じだよな。娘メンバーか。せっかくだから切ってもらおう。あ、斜めにはそうか、切らないんだ。あれは健康さんだけか。真横だけだったな、失礼。あ、落ちる。大丈夫か。大丈夫だった。もうちょっと進むと思ったけど、もっと進まなかった。
かーって。じゃあ切ってもらいましょう。あ、口の中入った。満タンになってきた。このバター使っとこう。さあラストいきますせ。ふるみさん使わせてもらいます。集めてからにしよう。480が割と高いな。どういう攻撃だろう。あ、これって飛行士と変わんなくね。何が違うの。段数が違うのか。なんでしょう。スケットさんで攻撃力高いのにこんな感じだと実際手に入れて使っても弱いんじゃないでしょうか。スケットさんだとね、使えるようになってるのはかなり攻撃力高めで設定されてますからね。してたけど攻撃力強いじゃないか。いや意外とあのクラゲ強いのか。実はあと追加効果暗闇みたいなのかな。そんな気がします。クラゲ暗くなってたし。600か。じゃあクラワシ読みよう。知らないもんリヴァイスもしてたのかな。あードーナツ取れば強いかも。王冠大丈夫か。あーいけた。まさか一発でできるとは思わなかったから。最初に出しちゃったけど危なかった。
とりあえずクリアできましたね。よかったよかった。はい、それでは今回は、覚醒食入場禁止の海を制するものやってみました。スロット回しで終わりたいと思います。うん、詳細見てみる。あ、詳細ラインナップで見ればいいのか。なんかいろいろ広いこと言っちゃったけど、ブラインドサーカスだからやっぱり暗闇です。反射向こう、はい、それでは回します。どうよ。あー、木枠か。微妙ですね。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。